凄まじくカッコ悪いぞ。大げさロボ、ただの挨拶ロボ、愛情表現ロボ。随分と致命的かつ殺意に満ち溢れた愛情表現だな。それよりもどうロボ、エルザの水着は。あ、欲望を持て余すロボ、歯に気抜きせろ。エルザー、 このような汚らわしい輩と慣れ合うのではない。こいつは根っからのハイエナですよ、コヨーテですよ、ジャッカルですよ。100万ドルの夜景を見つめながら永遠の愛を誓い合った。我が国欠板よりも厳かな目音欠板。それなのに何何なのよ、その女は私を騙したのね、裏切ったのね、利用してたのね。私の財産だけが目的だったのね。そうに決まっているわ。己口惜しいや、かくなる上は死してお前たちの子供に生まれ変わり、帝都に災いをもたらさん。おのれおのれおのれ、いい年のエルザの貞操は我が輩が守るのである。いでよスーパーウエスト中略28号 GR2。コックピットオープン。さあ、愛を取り戻すのである。チェアル、デモンベインを呼ぶぞ。いや、待て、今度はなんだよ。よく見てみろ。え、錆びてる。なに？ノーノー、この天才たる我が輩のドクターウエストの計算が誤算で無残で精算。バカな、そんなバカな。バカは博士自身ロボ。で、どうする？とりあえずボコる。で、結局お前らは関係ないわけか。だから、最初からそう言っているのである。アルはどう思う？この地に残留する闇の気配はおそらくは古いものだ。こやつらとは関係あるまい。あっそ、先に言えよそういうことは。
じゃあ俺ら帰るわ。またな。貴様、勘違いでここまでしといて一言の謝罪もなしであるか。あ、マツロボ、ダーリン、エルザと一緒に真夏のチアナバンジュールをいざいざいざ。いざとか言うな、きっつくな、離れろ。あ、うわあ、ガクボス。暗いぞ、クロウちゃん。せっかくの海なんだから元気にハッスルハッスル。その能天気さがえらく羨ましいよ。何があったんだろうね。ここの住人たちかな。どうしたの、アリスンちゃん。あの人たち、怖い。確かにね、みんな随分と怒っているみたいだけど。それもあるけど、そうじゃなくて。だけどさ、あいつら変な顔してるよな。なんだかカエルみたいな顔してるよ。カエル、カエル。にしちゃダメですよ、ね。だって、
ふふん。なんだよ、アル。気持ち悪い笑い方しやがって。気持ち悪いは余計だ。うん。いや、何。やはり予想通りだと思ってな。予想通り？どういう意味だよ。連中の顔を見てわからんのか、ナレ。勉強不足だぞ。少しは自分で考えてみることだ。わらわにばかり頼るな。なんだよ、その言い草は。うん。おっしゃる通りです。彼らはリゾート計画に反対するインスマウスの住人たちです。やっぱり。にしても変わった顔してるよね、あいつら。あんな独特の風体だからインスマウスズラ言うて揶揄されることもあるんよ。インスマウスズラね。大旦那様がこの土地の開発に乗り出してからずっと彼らは我々の計画に反対し続けてきました。ここは神のおわす土地だ。よそ者は出て行け。始終この一点張りでした。はこ、神？インスマウスでは昔から土着の神を信仰しているのです。その神とやらは海の神だろう。はい、その通りですが。やはりな。あのな、港町で信仰してる神様ってんだから、んなもん海の神様に決まってるだろうが、いちいち勝ち誇るなよ。無知な人間は黙っておれ。それで、その神とやらは？タコか？それとも犯人犯女の方か？いえ、何分閉鎖的な宗教ですから、そこまでは。心当たりあるのですか、魔導書？答える義務はない。かなだから、ある、いちいち波風立てるな。あの、大十字さん。え、はい。その、なんと申し上げたらよろしいのやら。うむ、なかなか美味、苦しゅうない。大十字さん、もう一杯いかがですか？ああ、どうもどうも。だから、あの、大十字さん？はいはい。おっと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 、こぼれるこぼれる。ああ、愚民風情にお酌しなきゃいけないこの屈辱。なんだか癖になりそうなんですよ。本人に聞こえないように言え、そういう言葉は。大十字さん。え、ああ、なんだったっけ。天ぷらもーらい。あ、返してよ。こらこら、二人とも喧嘩しちゃダメよ。ほら、アリスンちゃん、こっちのお魚もちゃんと食べないと。
ルタンは当然だけど、アリスンちゃんも可愛い。あなたたち！あ、てめえ、ガキンチョ、俺の刺身返せ！やだよーだ。人が話してる時ぐらい箸を休めなさい。ハル、カニだぜカニ。しっかり食えよ。この木を逃したら一生食えないかもしれないからな。言われるまでもない。はいはい、殻を取るときはね、ここをこうやって。おお、はあ、はあ、まあ一杯どうぞです。お嬢様、落ち着いて、落ち着いて。ルリお嬢様、残念ながら何を言っても無駄のようです。この人たちは、小娘、見当はすでにつけた。すぐにでも真相にたどり着くだろう。そのように願いたいですわね。私とて無償の施しを与えるほど慈愛の精神に富んではおりませんので。そもそも花から慈愛の精神など持ち合わせておらんだろうに、何の寝言をほざきよるか。そういうあなたは本の分際で食事なんかして、身の程をわきまえなさいな、ヤギの餌。やはり慣れとは一度決着をつける必要がありそうだ、ヒューマン。波動の力、舐めてはかからないことね、グリモワール。ともかく皆様、明日に備えて英気を養ってください。それはもう存分に。芸をやりなさい。全員芸をやりなさい。おいおい姫さん、酔っ払ってるのか。しっかりしようよ。芸をしない者は波動財閥の名にかけて社会的に抹殺してみせます。確実に。いや、その姫さん。皆様、諦めてください。禁止。なに！？魔術は芸でなくてよ。ほらほら、早く立ちなさいの。いくらダージスさんでも何か一つくらいは見せる特技があるでしょ。そこんとこどうよ、ヘッポコホームズ。ヘッポコホームズ？
てくれ。俺にはもう関わらないでくれ。来るな、近づくな、俺を傷つけるな。クロウ、あらあら、これ好きなことだ、泣いちゃって。まあなんて可愛い子なのかしら。どうしたの僕、慰めてほしいですか。金持ちか、金持ちなのか。俺のことをいじめるのは金持ちなんだな。やめろ、そんな目で、そんな冷たくて優しい人見てみるな。あ、金持ちか、金持ちか、金持ちか、金金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 金。クロちゃんが引きつけよう。クロちゃん、しっかり、人生の辛さに負けてはいけないんですよ。コンプレックスの塊か、ナレは。今の大十字さん、ものすごく輝いてるです。素敵。さーて、他には。名前は社会に出たら通用しなくてよ。子供たちだけは、子供たちだけは見逃してあげてください。世間知らずの箱入り娘が社会の厳しさを語るか。ああ、大旦那様が亡くなられてからすっかり笑わなくなってしまわれた瑠璃お嬢様が、あんなに楽しそう。私はこのウィンフィールドは感無量でございます。目頭を押さえて感動してんじゃねえよ。間違ってるって、絶対にあの人間違ってるよ。こう、人間的に、人道的に、人類愛的に。その、なんや、まあ、人生でいろいろや。じゃあ、怯えるアリスちゃん。待ってください。わかりました、この私が一肌脱ぎましょう。何をいきなり脱ぎ出しているか。見ればわかるでしょ、一肌脱いでいるのよ。酔ってるんだな。あんたも完全無欠に酔っ払ってるんだな。やめろって、子供の教育に悪いだろうが。芸術のためです。うわ、自分で言ってるよこの人。ああ、だからやめー。なんちゃって、残念、水着でした。おい期待
した期待しちゃった、この子の子の。何がっかりした顔をしておる。してねえよ。私のうちでお茶を濁せると思うな、この野郎。あー、およしになって、お大官様。あれー、あー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 、お落ち着いてください、お嬢様。不潔です。あー、お嬢様、よかった、本当によかった。断言するな、あんたの脳は腐ってる。もうつまらないですわ、つまらないですわ。お酒の席なのに誰も芸ができないなんて、そんなの味気のさすぎですわ、ひどすぎですわ、処刑者ですわ。もう二度とキャツには酒を飲ませるな。私はただの執事めにございますれば、そのような権限は持ってはおりません。そうか、そうであるか。そんなにも我が輩を必要としているのであるか。